遊んでるお城。始まった。はい、びっくりした、急にパスタ食ってったら取られたから今日中って早いやレベル もうかけちゃった。いや、もうかけちゃわないけど、ちょっともうかけないんだけど。お前は後ででいい。マジ、後ででいいよ。その回最初にワイン入れてあげるから。もしあんま飲まないようにしに気合いがあるな、早く全然半分ぐらいにしてる。これでも多いぐらいあれ、吉田も今日、あれ明日会うの？え、俺明日オフだよ。あ、オフなの？うん、うん、これだけだよ。そらおさん普通に夜から飲み会みたいな。え、いや、バイトもある。あ、バイトもある、まあ、バイトもある。バイトの後に飲み会、うん、あ、そういう感じ。お、3日間ぐらいずっと続ける。楽しんで泣く、応援してるよ。でお前らの日だけ休み取ってるって感じ。ああいいよ、持っててもいいよ、お前ら持ってていいよ。俺らさ、なんでいろいろ飲み物でさ、遠いの近いみたいなことしてんの。はい、ウイス、ウイス、ウイスだって今日の挨拶。飲みやせ、立てるか。立てよう。こっち側を取ろう。こっち側取っても吉田くんがただ一人で食べてるような。吉野家取ってるのとあんま変わんない。吉野家取ってるのとあんま変わんない。明日何時かバイトに行く？俺？うん。11時。11時か。意外と早いね。飲み会減るから早くしよう。ああ、そういうとこね。あざーす。よしさん、はい。ありがとう。どうした？あ、どうした？あ、もうないよ。なんか悪いことした？あ、いや、全然、うん。全然悪いことじゃないよ。本当ナイフだってしてよね。うん、もらってもらった。よかったよかった。食べれるね。食べれる。なんかやべえ顔したからさ、稲垣みたいな目したからさ。あ、ごめん、稲垣が宿ったかもしれないし。稲垣の眼光一瞬記憶ねえんだわ。あの、ナチュラル鬼畜。ナチュラル鬼畜って聞いてるな。うん、うまい、うまい。そうだもんな、本社のようやくあれだもんな、給料出たからな、うん、ようやく心置きなくね。そうそうそう、大丈夫大丈夫。あとさ、25日後ぐらいにはもう心置きなくないかな。あ、もっともっとだな、20日後ぐらいだな。15、早い早い。お前何、あ、でも一回福袋挟むもんね。で、お年玉も払うもんね。お年玉払うの？俺も払うよ。誰に払うの？俺とか親戚。まあ俺一人だからまだまだいい。いくら？もう俺3000円ぐらいしか払えない。いいな。てか親に言われた。下にいるの？いっぱいいるよ。うち大家族だから。ああ、そういうことか。まず妹も6歳離れてるから妹にもあげる。あげなきゃいけないのか。俺はあげるやついない。2万1000円ですよ。どんな出費ですか。7分の1ですよ、うん、だって俺の家族ね、ちょっと特殊でね、ヴァンパイアとか不老不死そうだと思ってた。やっと死なないっすね。やっと出てきたその真相が。不動財閥、うん、ヴァンパイア説。そっか、やっとか。待ってた、うん、その情報待ってた。さすが SCP-QDO。 やるな。じゃあ工藤さんって実際何歳だろう。ん、工藤さんって実際何歳なの。あ、工藤さん毎朝24歳に決まってんだろ。
電子生命体で。危ない、ピタゴラスイッチになりたかった。ギリギリで組みとどまった。まあその何、俺より下の子供はいるのね。だからそれが俺にとってのおじさんおばさんに当たるんだよ。ああ、そういうタイプ。そう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 。うん、俺もいるわそういうの。全員それなの。あげるにもあげられない。そうだよ、もし自分にお年玉あげればいいじゃん。収入ないよ。収入ないけどその分出費があるんだよ。りょうくん、これお年玉ありがとうございます。やってる人にいくらでもらえる。いくらでも吉田、どっちかっつうとポチ袋代がただじゃん。お前ただじゃねえから。そうは俺には余ってくあげようか、いっぱい。いらねえよ。いやだってさ、7人に渡せばさ、 7袋分ないからさ、あと3袋余ってるよ。リソナ銀行の袋が。ああすごいね、借金みたい。確かにね、銀行融資みたいだよね。すげえよな、だってさ、ワタミンのさ、人生ゲームでさえ借金を上げきれって逆らわないけど、うん、あれね、都市の約束でかさ、人気投票379位。最後の最後の借金。いいじゃん、星の人生らしくて。編集できた、やったー。だってさ、なかなかねえよ、みんな人生、みんな人生ゲームやってたけど、星の系きっとライフゲームやったんだよ。いいね、星の人生ゲームじゃなくてライフゲーム作れば、星のあのライフゲームで。絶対さ、有給勝手に使われるマスがあるよね。ストップって書いてありそう。強制有給。ストップ、有給を使わせられた。どうするの、ストップしたのかどうするの。何もしよう。1回休み、1回休み、強制的に鬼畜イベントじゃん。いいじゃん、なんかおしゃれに。トントントンってなんか今のトントントンのさ、お父さんなんかさ、あずらのさ、こぼうみたいな。トントントン、なんか聞いたことあんなと思った。ジュイン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 、ズボドン。あ、多分光だな、今の。雷落ちたら。いや、スポッチャ一枚呼べばいいじゃん。ロゴ分じゃない。グロさん、ノイギューだよ。じゃあ、グロさん呼んでね。俺、石間のライン持ってねえからな。俺も今ないかもしれない。俺、非表示にしちゃったからな。あるよ、確かに。ギリギリ持ってるよ。俺もマジであるかな、うん、俺、復活させたくない。マジで石間のライン知らないよ。アホ自体の方から入れるから。でも石丸とね、あのね、文化祭の時にね、シェイクやったんだよね、LINE のシェイク。あ、やったんだ。やったんだけどね、俺が意図的に電磁波妨害することによってね、無効化した。あ、だからなんかエラーしてると思う、多分。私は遅れたと思ってたろうけど、多分あっちにも入ってないと思う。あ、どういう流れでそうなったの。いや、なんかお前、俺のライン持ったのみたいなこと言い出したから、あの時に、あ、持ってないかもしんねえって、ゴミ送りしたかもしんねえって、もう一回言うとけよって言ったから、つって言おうつって、星野だけ持ってればいいと、うん、それで俺がそこでいいやと思って機内モードに入れとこうつって。シェイクいっぱいいた。で、
あれダメだ石村、俺が対応してみるかもしれない石村のライン。ひどいよ石村だから許されて、でもさ、石村、あの時の石村にさ、俺さ、期待22に別れた時にさ、聞いたらさ、うん、石村ってさ、高校の時さ、行っちゃんなきゃよかったんだけど、欲しいのって言ったら、ああ、欲しいのかもしれないなって言ってた、うん、マジで言ってんの、うん、そりゃ欲しいの以外いないもんだ、かわいそうなやつね。最後までさ、付き合いがあってのはさ、多分欲しいのぐらいだよ、うん、あいつはマジで言ってたんだよ。でまずさ、言ってたし、てかまず俺らはないんで、図書館の時点でリタイアしてる、うん、そう、もうない、嫌だ、関わりたくないっつって、うん、工藤はさ、石間から見た工藤はさ、もうさ、なんかトラウマを昇圧してしまってるしさ、石間から見た俺はさ、主犯でしかないしさ、テロリストそのものやさ、アンパイなの星野だよ。マジか、あいつらからしたら俺らは余計なことしかしねえみたいな。星野か早川って言ってた。いや早川に出そう言って、でもずっといたのは星野だから星野、多分俺だと思ってたの早川だと思う。でも星野だよな、多分星野だよ。だって3年通して考えると欲しいのでしょ。まあいいんじゃない、 それでいいっすよ。じゃあ俺ら途中までさ70ポイントぐらいさ持ってたとしてもさ、最終的にさ60ポイントぐらいマイナスになってるから一応つるむけどみたいな、うん、まああいつもな乗り気になったのは悪いけど、あの関係を引き裂いたのは間違いなくカットしたから亀裂が生じたのかな、うん、ようやく図書館の前に着いたな言うからあいつ まあ普通のでしょ、まあ普通に考えて欲しいんじゃない、信号は仕方ないな、うん、最大の友だから間違いなく3年間通したやつね、保証だと思う。ああ俺らの候補に上がってたんだよ、あれさえなければ多分並んでたよね、うん、でも普通に考えて並んでもいなかったからさ、ちょっと保証に抜けてるかもしれない。だって俺とクラブさんはって毎回帰り道さぐちょぐちょしててさ保証と石丸話してたからさ俺らなんか無償でね、うん、しょうがねえやつだね、石村は。あとなんかさ、星野がいないときだけさ、あれ星野はって気にしたもんね。そう。え、あいついないよって。正直、お互いに前、高校のときにさ、俺がいないときと工藤がいないときもさ、自分の対応を見ててさ、工藤がさ、いないとさ、あいつさ、帰ったんじゃねえってさ、俺がいないとさ、なんかさ、いや、吉田はいつも通りだろうって言われるんだよ。でも、星野もって言って星野な気にする大好きで、あいつも俺の周りあれだな、なんか面倒くさい奴が多くなんか増えてくるな、やー、気回して、あ、面倒くさい奴が増えてくなってさ、俺らも入ってるよね、それ暫定的に俺らも入ってるよな、間違いない、なんか増えてくるなってことはさ、主犯にいるよね基礎の部分にいるよね、もともといる、ここに中心にいるのね、うん、そっからどんどん広がっているみたいないや、もっと、ね、もっと言うんだったらさ、確認のさ一番最初にあった俺じゃねえかよ最悪じゃん中心、うん、だって俺とここでいてさ、一番と工藤が一緒に来たじゃん、はい、ってことはさ、基礎俺じゃんあ、そういう感じ、そういうなっちゃうね、確かに、そういう言い方だとね、言葉もあるパクられてさ、最悪だぜ、俺は言葉パクっちゃったいや、でもね、
西村もあれだけどさ、M 長も近づいてきたしさ。あ、M ね。なんならもっとさ、ひよこも近づいてコンプすればよかったよね。ひよこはもともとあいつ隣だったから。あ、そっか。俺は左隣だったから。じゃコンプだね。コンプリート。コンプリート。でも何この、なんで M さんは来たんですかね。何の繋がりに来たの。まああれだよ。細川ハワイだよ。ハワイなら分かるの。で、なぜか死んで気に入ったっていう謎の現象だよね。いや、俺がさ、あれや、スパッて切り離せないやつだからだよ。うん、星野はそういうやつだからね。そればかりちょっと性格的に無理なんで。そうだから、まあ、最初に間違いなく俺が連れてきたようなもんだけど、あれは。だから本来は工藤さんだけを呼ぶ予定だったんだよ、うん、ハワイの時、うん、あいつがついてきたって。やっぱさ、年のことはさ普通にさついててさ、工藤のことはさ多分半々ぐらいじゃん、普通ぐらいじゃん。俺のことはめちゃくちゃ嫌いだと思う。多分めちゃくちゃ嫌いだと思うよ。あのクラスでもトップレベル嫌いだと思うよ、 M 長が俺のこと。まずさ、すで嫌ってる上にさ、来ただけしか打ちするしさ、いや、あいつ星野と話したがるじゃん、うん、でも俺がさ、事実上妨害しているようなもんじゃん。だから多分一番キレてるよ、多分あいつ筋合いねえのにな、キレられる。あいつはもうダメだ。ニューシーちゃんみたい。ダメだ。バツつけた。あいつはもうダメだ。バカつけた。どうした？俺、M 長バージョンない知らないわ、M 長と石井ちゃんの。一人でやる？うん。じゃあ、M 長がさ、なんかミスした感じで。ブーブー、石井ちゃん、俺、間違えちゃった。ブーブー。マッチンだ、お前、ダメだな、お前。だから、お前。これ、ちょっと名前にさ、ところどころ似てるんだよね。M 長に似てると思う。 M 長はね、笑い声だけなんだよ。笑い声だけ似てると思うよ。これは断言ですよ。なんかところどころ似てるからな。じゃあさ、藤野さん、もう一回仕切り直してさ、バツつけとくかなとかさ、M つけとくかなってやって。最初から、うん、ブーブー、みちゅーちゃん、俺、間違えちゃった。ブーブー、お前、マッチンなんか、お前、ひっちゃいやつ、ひっちゃいやほんとダメだしさ、 M つけるから。うわ、石井ちゃん、 M って何。うわ、お前の M だわ。 M ラブ、 M の M。 そう、石川だ。懐かしい。 M の M。 石川先生、もほんとダメだよ。 M つけるリバンドイムズ。なんでさ、あんな頭おかしい教師でまみれだったんだよ。本当もう1年の頃の教師ってさ、うん、全然やばいよね。で、一周回ってさ、三沢さんめっちゃまともなんだよな。話してたな、この前秩父行った時話したのな。三沢さんまともじゃない。三沢さんスペック高いまともなんだ。成り上がった男。そうそう、成り上がりの男だ。三沢さんは番組のうまさが異常だから。そうそう、あの人うまいよ、やっぱ字もめちゃくちゃ綺麗だし、あの人字綺麗だね。うん、黒板で綺麗なのがやばい字、うん、すごいよね、うん、金子の字見てみるよ、お前。めっちゃ笑担任だったから。して金子ミミズみたいな字書くんだ。それでお前、それあれをあれだよ、緊急連絡とか書かれるぞ。何書いてんだか分かんねえ。お前の頭は緊急だよ。どうんみたいな。頭もだし心臓も。この子だよ。あとあれ言ってたもんね、あのなんか体育祭の時にさ。教師のさ、マラソンみたいなやつ、金子走るよ。わ、信じようだよ。金子先生とか言って。やってた、誰が言ったんだけど。
気になるだろ。でまず俺が金子走るよって言って、そんなことじゃ新庄でやめてやるよって、でもここ会議やってたんだよ。両親が爆笑したから、金子先生ってで俺が心臓止まるの1回目とか言ってた。金子先生走らせちゃダメだ。石井ちゃんもダメだろ。石井ちゃんも走るね。階段上がるの強い。ちょっと待っててね。どうすんだよ。ふーふーって言いながらさ、ボルトのに速かったよ。ちょっと早くだから。恐怖だ。ボルト超えちゃったよ。あやからあの5周マラソンでさ、あの富山商店街って言いながらさ、3周差つけて。富山商店街。金子先生、三周させてよ。走れない。ダメダメ。よく教師できてんなってやつがいっぱい出たな。よく教員免許受かったな、でも。まあ俺らにとって一番電卓のあいつなんだけどな。あいつもだし、俺あれだ、 2年の時 の、 あのトヨタだ。日本酒のやつ、ああクソなんだよあいつ。なんかね、1組がね、ヤバいとかね。みんな言ってあのゆとり教育でしょ。1人がヤバい、あいつクソなんだよ。1組がヤバい。あれね、強制ゆとり教育とか言われて笑って。だってさ、何それっつってたの。なんかさ、偏差値はリーマンショックしてるとか言ってて、すげえやばいんだよね。金子来たからね、あのせいで。金子わざわざ教えに来たからね。言ってたもんね。そうそう、だって金子言ってたもん。うちのクラスで文句言ってたよ。あのさ、1組の教師がさーって。クソなんだよあいつ。そう、全然教えねえからさ、俺が行かなきゃいけねえんだよ。違うね、教えてる場所が出ねえんだよあいつが言うの。なんでさ、あれなんで あのそのクラスだけさ、あいつだったの。そうね。だって用語金子だったよね。だって俺も他人だし。俺も金子欲しかった。お前のとこも金子だった。俺のとこも金子だった。うちだけトヨタだった。なんで金子。やべえよ、だってクラス平均が30点いけるってやべえよ。すごいのがさ、すごいのがさ、テストさ、トヨタが作ったでしょ。なぜか知んないけど。あ、だから、出てねえんだよ。トヨタが作ってるのが関わるって、トヨタが教えたとこは出ないって言って。たまにね、文章中にね、ここ出るぞって言ったのも出てくるんだよ。問題じゃねえんだよ。問題文なんだよ。2回ぐらい作った。そうなんかあれ、金子っぽくないですよ。金子の人はすぐ分かるからさ、作ったの。これ金子じゃねえだろ絶対って俺言ったもん。てかあの字のさ、字体が違かったんだよね。いつもだったらなんか筆記体みたいに書いてあるんだけど、細かったんだよね字が。言ったもんこれ、なんていうかチャッチーテストみたいになっちゃった。いや本来さ、その場合って俺のクラスが一番有利になるじゃん、うん、その本人が教えてるの。俺のクラスが一番不利だったんだよ。一番点数悪かったんだよ。だってさ、クラス平均が確か29点なんだよ。やばいよな、赤点なの。俺一回、違う、最初の授業かな、40点ぐらいだった確か。本当に42ぐらいだったの。最初クラス5位だからね。だから逆にリーマンショックだった。逆にリーマンショックだな。やばいよな。クラスの確か1位が68点。やばいよな、うん。あれ驚いた。あれ驚いた。初めて赤点取った。言ったもんね。これあれですか、金子先生作ったんですか。いや、これ日本がさ、なんかさ、面白いテストの点数の言い方してきたんで、なんかさ、なんつうのこれ。え、まず順位から言ったんだよ。めっちゃ高かったわ俺って。そういうことか。めっちゃ高かったわ俺は。マジで。え、マジ何点。俺ら負けるんじゃねっつって。違う。で何点とか。40点ぐらい。は？は？そりゃさ、クラス平均29.7だったらさ、40点でも5位入るわ。私今覚えてるもん、あの時さ、え、お前クラス、お前が全員未熟語なのとか言ってさ、どういうことなの。なんかあの人さ、テスト終わって返す前に、うん、トップ10言うんだよ、あの黒板に名前書いて、うん、5位に俺の名前書いたんだよ。え、これめっちゃ高いんじゃねえと思ったんだよ、うん、70、80いったなと思ったら40だと思って。逆に待って、俺40で5位ってことは俺より下全員赤点じゃんと思って。そう言ってた、うん、で1位のやつが68点で、
1位が大体クラスの中間ぐらいでしょと思って。やば。そっちクラス平均60何とかしたの？普通に60もっと高かった。70ぐらい。72ぐらいあった。あのあいつのテスト楽勝だったから。72ぐらいあった。そりゃさ教わってないとこじゃダメだ。俺90多分6とかで。いや逆にさ、そっちのクラスに行ってさ、無双したかった感あるよね。そうそうだよね、ダントツ1位だからね。無双したかったよな、ちょっと30点ぐらいどうせ聞いてねえんだからさ、金子の授業なんて全然知らねえ問題出てくるんだもん。俺思ったもん、別に俺いつも金子の授業聞いてるわけじゃないからさって無双しに行きたかったよな。行けるんじゃね。いや話したんだそれも、なんかえ俺らが言ったらヤバくねって英雄になれんじゃねえとか言ってそう言ってたよね。はい、うん、残りは1回だあったんだ。ちょうどいいよ、ちょうど 3分ぐらい言ってた。俺ら行けばさ断絶取れるじゃんって。そう楽勝じゃん。どうせ俺ら授業なんか聞いてねえんだからさ。それはもう前の数学を見ればわかるやん。バカにしてたもんな、うん、あれはねひどい、うん、数学が一番ひどかったな。余裕ぶっこいてたからね、うん、えてかあいつも超かったじゃん、うん、だから答えれば OK だから。そう、答えれば OK だから授業態度関係ないからさでもさ、なんか俺ら賛成お前ら絶対2にするからなみたいな言われてでも5だったんですよ。言ったもんね、付け間違い。そう、お前らさ絶対2にするからなって言われてさやめろよとか言ってたらさ、そう、で俺ら賛成と共和とされてさ、そうそう、すでに2人いややめろよそれはやめた。で、それでさ、成績表渡された。俺聞いたもんね。で、数学いくつだったっつって5だわっつって俺も5だわっで、お前では言わないよ。俺もいいけどさ、なんでお前5なんだよって言ってなすすき愛してお前だってそうだろって言って。俺はほら、まともに答えたから5なの分かるよっつって。いや、お前まともじゃねえよ。俺なんかまとも勉強したろお前教科書すら嫌いじゃなかったってやったろってそれお前が教科書とパクったからだろって。じゃあ黒さんの教科書パクった事件。そうそういいよ、俺国語総合出しておくからって。俺が数学出したらこいつ意外にパクって置いて、もういいよ俺国語総合出すからでバレて。でも面白いからね、国語総合出てんのにさ、じゃあ5度答えてみろって、 x イコール6はいっつって答えられる。あ、はい、今出ます、はい、うん、笑うよな。ウケるウケる。まさに国語総合に書いてあったんじゃねえか。